制作発表を終えました。はいどうでしたか。まあ、緊張はしたね。したんですけど、でも本番がこう稽古場とか重ねてって、本番が一番こう世界観が、なんかね、あった、集中できたというか、あのちょうどさ星を見るシーンから始まったじゃん、はい、だからちょっと客席も舞台上もこう暗いというか夜というか、なんかそこがよりこうなんていうの、集中できる世界観というか空間だったから、そしてなんか元気いっぱい始められたのが良かったよね。そうです ね、まあ、どうだったんでしょうね。気になるんですよね、反応なんて ね、まさかね、子供時代から始まるとは多分ね、そうなんです、予測してなかっただろうが、どうなんだろうって逆にちょっと 気になるよ、どうだったかね。もう本当にダイジェスト版の制作発表だったけれども、あのこの星合人よっていう作品を本当に象徴するようなパフォーマンスになったんじゃないかなと思いましたね。どう？まずポスターを見て、あ、どんなお話なんだろうって、タイトルもそうですし、構成もなかなかあまりこう見かけない形ですし、でさらに制作発表を見たら、あのさらにお話が気になると思うんです。今後重ねていくお稽古の糧になったなってすごく感じました、うんうん、私日本物がすごい久しぶりなんです、うんうん、やっぱ雪組って日本物が多いじゃないですか。そうだね、割とやっぱりお稽古場、まずこうお稽古するってなった時に、皆さん その着物姿とか袴姿とかが美しすぎて、なんか自然すぎて、なんかそれにまずこう一つ衝撃というか、あ、やっぱりすごいなって受けたんですけど、でもなんか中身はこう日本物とか洋物とか関係なく、やっぱりその先生がこう描かれてるこう綺麗な世界の中にあるこう共感できるこう人間たちがちゃんと生きているみたいな部分があって、なんかまだ始まってばっかりなのにこんなに心が動いてて、これどうするんだろうこれからっていう、うん、思う。本当に集合日の台本いただいた本読みの時から、今もお稽古しながらもやっぱり涙が溢れてきて、それが役としてじゃないんだろう、ないんじゃないかなってちょっと思ってるところもあるんだけど、共感して泣く部分、泣くというか心を動かされる部分がすごいあるから、だからその気持ちを本当に大切に演じていきたいなって思うし、みんながさ、どの役も一生懸命生きてて、誰も本当に悪い人がいなくて、みんなが精一杯生きた姿がこういう結果になったんだってなんか思うだけでもうね、切ないよね。なんか恋にしても友情にしても、なぜこの形しかなかったんだみたいな ね、歯がゆいさの中に切なさがあって、でもすごいなんかあったかさもあって、めっちゃいいね、うん、悲しいだけじゃないんですよね。そう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 、そこがなんかね、不思議だよね、切ない話なのに、うん、なんか良かったね、2人から思ってもらえて良かったね、良かったね、うん、幸せです、演じていてというか、幸せだけではないんですけど、あの思っていただくからこその葛藤もあるんですが、お芝居がお上手すぎて、たまに本当にこれお芝居じゃないのかもっていう変な感覚。いや、お芝居ですあ、どうぞ、すいません、続けてください。え、別にだからそのセリフが木之助さんのセリフであったり源太さんのセリフであったり、もうその人物そのものとしてダイレクトに、私だけじゃないと思うんです、あのいろんなご一緒する方みんなそうだと思うんですけど、もう胸に突き刺さるので、このお芝居は本当に人と人がの結びつきが強ければ強いほど悲しい結末をこう複
膨らませるんだなっていうことを思って、うん、お上手と言ってもらえたけれどそれ返すね、うん、なんかでも本当にやってて子供時代からすっごい楽しいし、でも後半に連れてさっき言ったようにその楽しかったりあったかいものが濃ければ濃いほど最後に向けてなんかもう何とも言えない心かき乱されるものが大きくなっていくし、でもその感情って多分間違ってないんだろうなって思いながらね、はい、やってるもんね。それはでも本当に2人の存在と周りにいるみんなの、 あの雪組のなんか、うん、今におけるこの作品を作ろうというそのなんかエネルギーがそうさせてるんだろうなってすごい思います。